皆様、こんにちは。札幌グルメ、ひんなひんなの宗です。本日ですね、ご紹介いたしますのは、たぬき工事一丁目にございます、ビーストキッチンというですね、居酒屋でございます。こちらですね、まあ、いろんな系列がありまして、ライドオンさんだとかが同じ系列なんですけど、どこもね、本当にこだわった料理を出してくれる素敵なお店でしてね、あんま、名前は知ってたんですがね、行ってなくて、昼飲みができるんですが、ほんとね、素晴らしいお店でございました。オープンがですね、13時から開いてまして、現在が夜22時までなんですが、もうね、昼飲みの聖地っていうくらいいいですかもしれないですけども、それぐらいですね、ここはね、昼飲みで探してる方は絶対、絶対に行ってほしいなと思えるお店でございました。それぐらいですね、居心地がとってもいいです。で、店員さんも、とてもね、楽しそうにね、営業されているなっていうのが特徴で、またね、行きたいなと思うお店でございました。またこう、一品料理だとかもね、本当に美味しくてですね、ぜひご紹介したいなというお店だったので、今回、行ってまいりました。では、どんなお店か、ご覧ください。どうぞ。
ストキッチンいかがでしたでしょうか。僕がですね、日本酒ちょっと苦手なので今回も飲んでないんですが、60cc かね、ほんとね、少量から日本酒いろんなもの飲めたりするんですよ。で、日本種類もいろいろこだわってるので、お店はね、日本酒推しですし、日本酒をね、楽しむ方が多かったです。で、僕今回飲んだのはね、トマトサワー飲んだんですけど、これめちゃくちゃ美味しかったですね。ぜひ、苦手な方も飲んでいただきたい。青臭さとかいう感じがあんまりなくて、すっきり飲みやすい感じでございました。で、一品のね、盛り合わせも、その日のおすすめ。今言ったらね、季節にブリだとかのね、お刺身が乗ってたり、こう、ちょっとね、どっかで食べたことあるんだけどないっていうんですかね、ちょっとこだわったおつまみがね、1、2枚1000円かな、乗ってまして、あとこんな分厚い串、ハムカツですね。ハムカツだとかも美味しかったな。ここね、なんだろう、本当に心地もいいしね。で、ちょっと今席数をね、それ、減らしてるので、4名以上はね、ちょっと厳しいかなと思いました。1人か2人がちょうどいい。で、10人ぐらいかな、入ってぐらいに、してるので、ぜひね、ちょっとまあ少人数で、行ってみてください。で、まあ、昼飲みね、ぜひ。お昼だとこう、時間もね、終わった後に3時、4時とかで飲んだ後って、その後の時間もあって、よくないですか、お昼飲み。贅沢だと思うので、ぜひね、たぬき工事1丁目、これ素晴らしい。山岡屋とかがある近く、穴場を発見してね、また大変嬉しくなりました。近くにはね、僕のおすすめの、ちさ子の酒場さんだとかね、ひろしさんだとかある、とか、イタリアンの名前ど忘れしましたけども、結構ね、近くには素晴らしいお店たくさんあるので、ぜひぜひ、ここら辺巡ってみてください。では今日はここまで。バイバーイ。